水平投射とほぼ一緒です違いは普通の水平投射って働く力は重力 Mg ですよねその結果この物体の加速度が下向きつまり Y 方向に G だとだから水平方向には力が働いてないから水平方向 X 方向は等速で延直方向は自由落下 G で加速度運動をするんだと。 でこの問題も四角一番、X 方向は水平ですから、力は働いてないですね。だから水平方向は等速なんで加速度は0なんです。丸四番ですね。次、Y 方向なんですけど、Y 方向の加速度って斜面になってるよんね。斜面の角度が今、シーターです。斜面に沿って平行方向の加速度を求めなさいっていう問題ですね。この物体に働く力って重力、やっぱり下向きなんですよ。 じゃあ、力と加速度が斜め向いてる場合はどうするかっていうと分解ですね加速度の方向やから斜面の方向とそれと垂直な方向とにこの重力を分解するそうするとこっちとこっちですねほんならここの直角三角形で考えてこの長さとこの長さ等しいと角度とんがってるからシーターね値が分かってる重力 mg のサインシータ n 場合ですね mg サインシーターという小さい力が斜面方向に働いていてこれが加速させてるんですね運動方程式 ma イコール f より質量 m としましょうねで加速度を求めたいで、力 f は mg じゃなくて mg サインシーターだ m が取れて加速度は g サインシーターですね問いの2番は16加速度 g そうですねこれ G シータに置き換えてあげたらもう全く同じ現象として考えることができるんですよね、まあ、当然奇跡だって皆さんおなじみのこの水平等車の奇跡になります別に x イコール何とか ty イコール何とか tt を消去して y イコール何とか x の式を作ってとかそんなことせんでね答えは丸の2番です補足で説明ですけど例えば高さ H やったとしますね h 落ちるまでの時間はいくらですかって言われたら高さ H が変異 S 2になりますから S イコールの公式の S に H が入って水平投射は自由落下と一緒やからこの初速度が0ねで1 2分の 1GT の2乗やからまあ T がルート G 分の 2H って出てくるよねじゃあこの問題やったらどうなりますかって言われたらどうする 加速度 A が Gsinθ で同じように計算したらいいんだけどこれ答え置き換えたらいいからねこの G をこれに置き換えんねんほんならこの問題の状況斜面に沿って H 転がる時間はって言われたら t イコールルート分母の G を Gsinθ に置き換えて 2H